いけそうだな。なんか見えますね、札幌でよく見る、はい、時計台立ってます完全に時計台です動産市場。お、着いた、これだ、はいはい、我々が、宝くじもある。宝くじ、あ、レストラン時計台って言うんだ。なるほどなるほど。やってるのかな、はい、行きますか、はい、行ってみますか。結構腹減ってますよ。そうですね、行きましょうか。はい、行きましょう。はい、じゃあだけでいいか。2階です。懐かしい匂いがするんですよ、ね、もう店内、はい、じゃあ、はい、はい、してこれが、噂のね、ワンコインなんですけど、メニューが500円で食べられます。結構豪華な、ね、そうですね、まだ物は見てないですけど、すごいいろいろありますよね。はい、はい、今来ましたね。おお、すごい。どういうことですよね。これ500円、美味しそう。そう、それはとんかつ定食、とんかつ定食、なんか普通500円でとんかつって言ったら結構薄っぺらいもんですよね、うん、で味噌汁それあれですよね、カニの味汁ですよね。嘘、思ったんですよ、すごい香りが、ね、俺の方、俺の方カニ入ってます。カニ入ってる、ほら。あ、でもこっちも入ってる。あ、ほんとどこだ、すごいですね、全部がカニ汁になってますよ。おー、すげえ。あ、身も入ってるよ、うん、すごいすごい、すごくないですかこれ。で、こちらがジンギスカン、はい、スーさんですね。スーさんの方がジンギスカン、贅沢です。これちょっと500円とは思えないな。で、ここが、エビ定食、うん、すごいですね、500円。じゃあちょっと食べてください。ああ、そうか、そうか、ごめんなさい、忘れてましたね。はいはい、的な、まあ、ボリュームっていうのちょっとね、確認しておきますよ、うん、改めて。わからしい、まあ、いや、いただきます。はい、おお、すげえ、しサクって言いましたね、今。うまい、うまい、ちょっと、え、すごい、すごい、カニですよ、カニ。おー、すごい、すげえ、カニの味がする、うん、すごい美味しい、うん、美味しいですね。だしが効いてる、うん、いいですね、この外をこういう景色を見ながら、うん、旅の疲れをね、ですね。あ、これはいいな、ちょっともう動画とか関係なしに俺ゆっくり食いちゃいたいです、うん、いや、もうゆっくり食べましょう。普通にしたらね、この値段だったら来るんじゃない。はい、うん、また来たいですね、ちょっと時間かな今終わってますね。回します。いや、まあ、あの動産市場で格安なグルメいただいてきまして、ですね、とても美味しかったです。ものすごい美味しかった、はい、新千歳空港、北海道最大の空港とも呼ばれてますね。向こうが国際、あ、見えなくなっちゃった。僕が国際線、国際線ですね、はい、あっちが。恥ずかしい、なんか久しぶりにこんな人混みです空港に来ております。いや、でも